出張でもう、もう疲れた、我は疲れた、我は疲れた、もう今日は家です、普通に。うん、暇じゃないの。暇じゃなくて、疲れたからなんかちょっとみんなと楽しんで疲れ吹き飛ばそっかなみたいな。こんばんは、やっほー。5周年お姉さんやんな。でもさ、私別に芸能活動は全くやってないからさ、なんて言ったらいい、これってさ、なんて言ったらいい、別に何週5周年ではないよね。 5年前なんて言うの、サイコさんの人と出会って5年ってことよな、私って。つまり出没から5年、いいな。日の出、日の出で も, もう別にそれで言うと 日没、もう日は沈んどるからな。ねみひゆ誕生日がやったよね。あれだ、レミにゴンチャのチケット送ったよ。おめでとうって。木のじいさんありがとう。デビュー見た人ガチで、そうだったっけ。アイリスってさ、あれんじゃろ、佐藤愛理ちゃんのあれやろ。爆誕から爆誕ね、ユッキーナ爆誕、ユッキーナは別に前から言ってたから違うな。そう、 OL 新規ではないやろ。 OL なるギリギリ、ん、前、いや OL は結構後だからな。なんだ、大学生新規、私違うな。ひゆかね、全然ね連絡取ってないんだよね。会ったらさ全然ヤッホーって言うけど、もともとなんかあんま LINE するとかそういう感じじゃない、全然仲悪いとかじゃないですけど、うん、あれみとかはよく連絡取るからさ。あ、なんかさ同じやつ出るよね、あのおみとかかかまちさんですよ。京都まさひろさんありがとう。ティガさん、ティガさんありがとう。これなんて書いてあるのアイコン、キャー、違ったわ、ササーヤンだった。おしゃれなもん、そうこれおしゃれなもん、これめっちゃうまかったけど、めっちゃうまかったんやけど本当にめっちゃうまかった。今私は何を飲んでるかというと、お酒ではなくシーセン、シーセンを飲んでおります。カズッセンさんありがとう。私ポテトサラダ大好きなんだよな。ハイボール飲めない、全然入ってない、本当だね。でもさ、ねえ、なんかさ違うの、なんかさみんなに会いたいのね。でもさ別に我アイドルっぽいことをしたいわけではないんですよ別に。でもなんかさ、あ、そう、尻尾を見つけた。私もさ尻尾見返して爆笑したわ自分で。言いたいことわかる、この気持ち。あ、もうそう、飲み会はちょっと不安やな飲み会はあれなんだけど、あ、もうそうそう、バーベキューとか、例えばドッジボールとかさ。で正直さ別にみんなさ私と握手はいらんやろ別に握手もいらんし、多分まあチェキも別にって感じじゃない、なんかあのさ、まあ記念写真ぐらいはもしかしたら嬉しいのかもしれんけど、バーベキューとドッジボールはニアリーイコールジョイでしょ。でしょ、別にババ抜き大会よりはジジ抜き大会かな。ハグ会は大丈夫、いらない本当にマジで、なんて何
千葉ちゃんって。千葉ちゃん、オンラインでも、オンラインやるんやったらさ、マジでさ面接でよくない？もしかしたら私今後人事部になる可能性もあるしさ、面接会する？分からん、ババ抜きとジジ抜きの違い知らん。できっとあ、でもさ、私でもあれかも、あれがなんかほら、もしかしたらさ、いつかもうほら転職する時が来るかもしれんやん。だからみんなのあのなんていうか、あのさ合同説明会みたいなのあるやん、就活のなんかあれ、みんながやってよ、私一人一人で聞きに行くけんみんなちゃんとあの自分のスライド作ってね、パワポで作って、ジジは最後に残るカードが、あ、そうそう、それだそれだ、それそれ、名刺交換、私の会社は教えません、もらってあげるよ、でも人材派遣会社作るか、良い会、いい会社ね、いい会社はあれなんだっけ、アクセンチュアとか入ったらみんな頑張って。え、かまち名刺持ってる？マジ？あのあれね、そうだよね、持ってるよね。え、そうだから本当に別マジで別に歌はそれで言うとなんかみんなに披露するとかじゃなくて、わ、みんなとカラオケしたら絶対楽しい。ちょっと待って、ほんまに、なんか私さ、いろんな友達とかに聞かれるんやけどさ、聞かれるんやけど、ほんまにさ、なんていうん、こう例えば、ほんまにみんなと友達になりたい。でもさ、なあ、みんな友達になりたい。アイドル縛りじゃないよ何でもいいよ、ミセスでもいいよ。天使の尻尾はちょっといらんかもしれん、一旦大丈夫かもしれん。あ、ボーリングね。え、チャケさん、せっない、チャケさん社長になってたやん、びっくりした。婚活も別にまだ大丈夫かな。ミワ、うわ、ミワいいね、ミワ最近歌ってないな。そこ転職すればいい、転職させてくれって言った、チャケさんの会社に。いや、私外の人と歌う、最近まあカラオケなんじゃないけど、あのレパートリーなんもう持ってるから大丈夫。ラペイシュさんありがとう。これなんかどういう会社かは存じ上げてないけど、こんばんは、きっちゃん、くまありがとう。天使の尻尾踊れるよ、さすがに踊れる、多分。ちゃ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 、ドゥルルルルルルルドゥチチ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 チやった方が絶対可愛くできるちゃんとアイドルっぽくできると思う。足細すぎた記憶しか残ってない。いや、私そうなの、なんか細いかったんよ、うん、細くてさね。なべちゃんありがとう、ラペーシュさんありがとう、ケイケイさんありがとう。なんかさ、新岡山可愛すぎるってさツイートしとったくない？なんか私さ見たもん。え、なんかめっちゃもう私さ
本当に気にしいさんだからさ、なんかもうめっちゃもうめっちゃ X、 あその頃ツイッターやん、やば時代。いや絶対その瞬間あれやで、マチさんはな、あの違う、あのあれやから、最初の時にね前髪重たって思ってないから、絶対その後よけん、あとあと、えツイートしたよね、ツーショット会、ツーショット会はないちょう。そうそう、新岡山ってさ、なんかさ新岡山なんかマジでなんか19歳とかなんかもうブサイクとかなんかもう言われとらんか、なんかもうめっちゃ、もうめっちゃ気にしてた。えね、私絶あれだわ、待って、松ぼっくりさんありがとう、ショートさん結婚して、いやー新岡山しかぶり。え、でもリオンちゃんのやつも絶対見たらいいよ、多分見て、あーし、え知っとる子がつぶやいてくれたるって絶対思ったの、マジでわーって懐かしいわ。そうです、私の方が先に認知してますから、皆さんよろしゅう、そこんとこよろしゅうです。いや天使の尻尾はあとにしてしかないだろう。ケイケイさんありがとう。岡山公園行ってないよ。岡山公園さ、あれ今週じゃったっけね、みんながあそこにおると思った、すごーって。岡山のあの駅の割と近くの商店街とか、あのシンフォニーホールがある近くのところで、ところで公演してたんよね、なんか確か。ムムさん、夢さん、ムムさんありがとう、ケンさんもありがとう。行ってない行ってない。でもこの間私あれやで、17期ちゃん違うね、若手コンサート見に行ったよ、見に行かせていただきましたよ。超可愛かった横浜、差し入れしてないごめんなさい。誰が輝いてた、うわ出てる瞬間に分かってた、何が何が、え先輩風吹かせてない、マジで普通に、あ何、私もお見送りをしてもらったの、私もお見送りしてもらって、あーやーっていやーって、ゆきたんとはなんかハイタッチとかしちゃったりして、でなんかあと17期ちゃんとか何人か、あーみたいな。トラトーさん結婚して、いやありがとう、いやだけどありがとう。そうそう、皆さんは接触できんじゃろうけど、私は接触ができたんでございやしたよ。でも普通にもう流れるように、流れるように、流れるように。でもなぁ、ちょっと聞いてほしい、まあなもうな、みんほんまにちょ一回さ、みんな今から、私はマジで卒業生とかでも何でもなく、何でもなくただのオタクとしてみんな聞いてほしいっていうか、オタクとして一旦語りっていい、語るやわんっていう話を今からしよう。オッケー、いいですか、あのさ、
あ、みんなもう素晴らしいよ。なんかもう本当に未来は明るいって思ったの。でもやっぱりでもこんなに素敵な子たちというかポテンシャルの高い子たちがいるから、もうあとはもう本当に露出が大事なわけですよ。あ、そのお肌の露出じゃなくてメディアとかの露出とかが、もうそれがなんかあ、なんかきっかけがあればもうみんな可愛いしポテンシャル高いから、もうパーンって行っちゃうかなって思うくらいいいんですよ。だからみんなどうにかしてどうにかしてくれ、どうにかしてくれとか違うけどね。ファンミカの行かないけど語彙力がバカすぎる。あんたの方、私の方がまだどうにかって。でも皆さんの一人一人の応援がね大事なわけですよ、絶対に。そう、もう本当になんかもうピックアップされる場所でも、それで言うと TikTok すごい力入れてるのはもう運営さん素晴らしいなと思ってはいて、で一旦さ、でも別にその楽曲でバズらなくてもいいと思う。一旦ね、一旦もうみんな100点満点として、私のちょっと MVP を伝えようかな。伝え、別に言わなくて、何で、ほんとここだけの話ね。だからもうみんな別に言わないでね、もうどこにも言わずに、私的個人的 MVP、 おだいりさん、あ、おだいりさん会いたい。ちょっと最近連絡できてなくて、ちょっとまだ連絡する勇気をパッつって、ちょっと連絡する勇気が欲しい、好きだから。じゃあ当ててみなされ、あ、それはちょっと強いか、それはあんまよろしくないか。カムチの中の MVP は新井さえちゃんです。わあ、もうみんないいよ、みんないい。任せなさいなのキャッチフレーズ。いや、あのね、そう、本当にさ、なんかもともと、まあなんて言うんだろう、メディアとかのやつは見てたけど、踊ってるとことかちゃんと見たこと全くなくて、見たらびっくりした。そう、こんなにずっとパワフルに踊ってる子なんやって、パフォーマンスすごすぎて思って。しかもさ、私2階の、まあ、なんかこうなんていうん、2階のスタンドの着席してさ見とったんやけど、まあさと、まあ言うてもまあ遠いわけやん、まあ、2階席やけん。あんな、なんかな、顔がめっちゃなはっきり見えんねん。なんかその笑顔がは、なんかさ、笑顔が眩しすぎるのかな。遠い2階席でもなんかピカーンってなんか輝いとってってなって、この子はすごいって思った。うん、すごい、もうね、笑顔がずっと眩しいのよ。あ、でもなんか聞いて、あのさ、多分みんなに一番納得してもらえるかなって思う話があってさ、何が言いたいかっていうと、
チームエイトの先輩方ってすごいなって思ったんよ。もちろん若手のみんなももちろん今素晴らしいんやけど、特にうわあの方たちってすごかったんやなって思ったのが、あの桃香さんとかぴょんさんとかなんかセリカさんとかのことを思い出したの見てて。何が言いたいかっていうと、あのさやっぱどうしてもさ踊ってるとさ目の前にとか1階にいる人たちの方が顔が見えるし、ダイレクトでリアクションがさパッ絶対に分かるやん。上の人ってどうしてもペンライトとかの色はとか分かりやすくても、なんか顔表情まで完全に分かるかって言ったらさ分かんないじゃん。だからさやっぱ下ばっかり見がちなんだけどさ、もうあの方たちってさマジで上のアピールすごいじゃん。上の人たちの配慮というかさ、遠い席の方への、はい、その先輩方たちってさすごくない？後ろの方への配慮みたいな、なんかそう視野が広い、そうそれをな、まあもちろんほら若手やけんなかなかな分からんことやけど、すごーって、先輩たちってすごいなーって、ごますりの方じゃないそう、でもその中でもなんか上いっぱい見てくれたなって思ったのがの新井彩ちゃんやったっていうのもある。だから MVP 個人的に。なんかさあの先輩方たちはさ上で遠くてもさ近い気がしてくるよな、距離近い気がしてこん？わかる？遠くてもそれをすごい感じた。なんか置いてけぼりにちゃんとしない感じ。そうだね。パーとかって言うとさお酒飲んでるみたいになっちゃう。シーセンを飲んでるだけですからね。なべちゃんありがとう。待って、あのほんまに言いたい、ほんまに言いたいのは、あのほんまにあと言いたいのはあのエリコちゃんかわいいエリコちゃんかわいいエリコかわいい。楽しそうでいいの、楽しいよ。最近の推し活すごい充実してる、まあ、これは推し活ではないけど、推し活じゃなくて、まあ、見に行かせていただいたって感じではあるけど、あまりほんと多分趣味が合うね。やめてよ、同性じゃなくてよかったね。絶対好きな人かぶってるよ。初のダンスやってたらしいね、見てなくて。え、そうなの、髪切ってて、なんか髪切って、そう、私だから、えって言って、なんか前ね、またちょっと別でなんか、ちょっと、お会いする機会があった時に、エリコちゃんが切ってて、えって、切ったのって、かわいいねって、言った。言ったことある。もうただのおばさんやん、もう私若い可愛い子をめでるおばさんなんだよ。
かまちショート好きやろ。違うねん、ショートが好きなんじゃないんよ。違うんです、ショートが好きなんじゃなくて、たまたま好きな子というか、たまたま惹かれた子がショートなんです。でもロングの子も好きよ、ロングの子も好き。関西弁すぎるのな。昨日まで大阪におったからじゃない、関西弁。おもろい、バレたの、おもろい。なんてほんま、ちょっとで大阪の友達とご飯行ったりしたから ほんまにやめて、ほんまやめてほしいわ。気づかれると思わへんかったわ。やで、この写真もな、大阪のポテトサラダやねん。大阪3日間もおったねん。年上アイドルさんやったら誰が好きか。そうやな、うーん、年上と、でも私年上ってなると、どう、やっぱさ、私が推した時は乃木坂とかなっちゃうよな。マリカ、伊藤マリカ、関西弁イントネーション難しくないで、全然やで。カレー味でもないで、ほんまただただうまいポテサラやで。千葉け取ったら応援では岡山弁や。え、カレー味やったかもしれん、分からん。どな、ど、忘れたわ。なんくるないさー。なんくるないさ。はい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 。もしこれが、もしこれが恋というのなら、今きり。かましさんの、かましさんの声聞きながら寝るとね、めっちゃ寝れるよ。大人になって、いなんか、うっ、誰だっても一緒にいよう、初めてなんだ、誰か好きになるの。はいはい。兵庫と岡山の県境では方言どうなる。え、なんか岡山と兵庫の県境気味に住んどった同級生さ、おったんやけど、は結構関西弁寄りやった。そうやねん。ラフテー、ラフテーって何？豚肉のやつ。え、あずちゃんはほんまに可愛い。エセ関西弁が気になってねれんって。可愛いだけじゃダメですか？ダメやろ。いや、いい、いや、ダメ。そんなんかさ、いや、可愛いだけでいいってさ、そんなんもう、じ、こっちとらもうそんな勝ち目ないやん。やめてくれ。はい。もう。そんなさ、可愛いだけで OK なさ、時ってあるやん、結局。もうさ、そんな。
コチャキンのとこで会えたりする、あ、会えたりするよ。たまに、たまにいるよ。なんか多分大きいライブの時とかいるよ。おもろいどすえ、ほんまかいな。ほんまかいな。どないすんねん。ストロベリーボイス？誰がストロベリーボイス？右左正面ぎゅうしさせちゃう、かわいいもんみんなぎゅっとして、時は戦国、女の子たちも多分本気出してた。指さされた。指さし、指さしいけんのやって。え、岡山弁は、ちょ待って、岡山弁マジで岡山に帰った瞬間に本当に戻るの。え、ほんま、ちょっと待って、今からじゃあ岡山弁入れて、入れてこか。入れていこか。やったるで。ウォッチミーって何？Watch me, watch me. やったろで。ちょっとだからさ、なんかちゃんと会話をくれんとさ、おえんじゃろ。会話をネタをくれんと、くれにゃんおえんが。私さ、でもさ、岡山弁がもうひどかったさ。ひどかったっていうかさ、もうひどかったさ、まあ、おばあちゃんとかさ、おじいちゃんとかさ、もうさ、あとさ、あとの、あと残り1名なわけです。だからちょっと最近は薄れますよね。やっぱそういうのは絶やさんように頑張っていかにゃんおえんと思いますね。最近来てるグループは、え、でもあのコチャキン TV がいるリブスはいいと思いますよ。すごい素敵なグループだと思います。そうよ、私もう都会に染まって早2年半、2年半で山手線の駅も全て言えます。多分だってね、東京出てきて、大学卒業して出てきて2年半も経ったんですか。私びっくりですわ。岡山と東京どっちが暮らしやすい？岡山と東京どっちが暮らしやすいって言われたら岡山。岡山と東京どっちがライブ行きやすい？東京。岡山と東京どっちが推し活しやすい？東京。って感じ。え、私住みたいんは岡山か、なんかちょっと田舎。来月大阪遠征、え、私も来月大阪遠征あるよ。うん、でもなんかもう30歳ぐらいになったらもう東京バイバイしたい。え、でもな、お仕事次第だよね。あ、お仕事はガチ仕事の方ね。あの推し活の方じゃなくて仕事ね。あ、でも最近さ、なんかさ、あのよす柄めっちゃさ、なんか友達がさ、最近いろいろアイドルハマってる友達がおって、よす柄が文字でいいとかって言って、めっちゃよす柄オタクになってる。よす柄もいいよね。曲はめ、曲ちょっとしか聞いたことないけどめっちゃいいなって思った。岡山帰るよちょいちょい。
え、岡山好き。すべき身では誰推し？尾上みずきちゃん。おみずき推し。私もおみずき FC。 イエーイ。この間富士急にさ、富士急に行ったんよ私。みんな知らなかったかもしれないけど、そう、もうさ、ビブスちょっと抵抗があったんですけど、ちょっとついにね、手を出してしまったんです。そう、もう事前にさ、前のニアジョイの周年コンサート終わった後に、やばい、もうビブスは絶対欲しいと思って、もうポチって、ビブスって星か、星になっちゃうのね。そっか、そう、あ、そう、みっちゃんのやつある、マジ。そう、これ、このさ、これもうね、直立で撮った。あのさ、ビブスこも着てるとさ、めっちゃ声かけてるくれるの。なんか、あいみちゃん持ってるんですけど、誰々持ってませんかとか、なんかめっちゃ声かけられる。おかげであいみちゃんはなんかいろいろコンプして、ねえ、レノン、いや、やばいって、レノンさんはやばいって、ほんまに。黒はかりんだよ、黒はかりんさん。ああ、もう私ね、あの、ちゃんとレス回収したの、推しメン2人ともから。最高すぎる。なんかいい写真ないかな。いい写真難しいな。いい写真難しいな。え、にゃごちゃんの愛めっちゃあるよ。にゃごちゃんに関してはさ、にゃごちゃんに関して私さ、うん、これ作ってったから、ほら、これ作ってて、これちゃんとさ見せてさ、これさでね、ありがとうってしてくれたんだよ。嬉しいでしょ。ほら、これは会社のプリンターで印刷はしてないけど、パワポで作った。ほら、こんな感じだよ。
こんな感じだよ。こんな感じで楽しんでたよ。そうで、あのさ、なんかイコノイジュで800円のねガチャで全64種ぐらいのガチャがあったんだけどさ、あったのよ、があったんだけどさ、もういっぱい引いちゃったわけさ。あのさ、20回引いた20回も引いたんだよ私。やばくない？なんだそう。そうなの。いっぱい引いちゃった。なんか10回まず引いて、で推しが一つも出なくて、でもなんかビブス着てるおかげで、なんかあいみちゃんは集まって、でもなごちゃん全然集まんなくて、うわーと思って昼公演終わった後にもう一回10回引いたら全く推し出なかった。悲しい。ね、もう疲れてさ、もうそれガチャガチャ引くより椅子に座りたいなかった。しかも私ね、夜公演はプレミアムチケットを取ってたんですよ。プレミアムチケットがなんかステージ周辺確約みたいなやつで、なんとあの真ん中のブロックの一番前のブロックだったんです。すごく目が足りなくて困りました。うん、27,000円ぐらいしたよチケット。え、もう本当に真ん中のど前のブロックの一番後ろの列。高い。見かけた気がする？本当に？ほんまにどっちや見かけたら声かけてや。そう、でも早々にあいみちゃんにもう2曲目ぐらいであいみちゃんから、あいみちゃんが気づいてくれて、うちわにね、うんってなって、でもなごちゃんは全然なんか運がなくて、最後アンコールの時にさっきのやつを見つけてもらいまして。ちなみにね、昼公演は全然席が良くなかったの。なんかめっちゃ端っことかでもないんだけど、なんかもうトロッコとかも絶妙に遠いし、A12 ブロックの一番後ろの席、あの真ん中の右側の一番後ろ、一番前の一番後ろ、なんかさ昼公演本当にさ、センター真ん中のステージも全くね、真ん中のステージがどこにあるかもわからないくらい見えなかったの。でもね、なんかコールが楽しかった。コールが、周りのコールすごくて、私も負けじとコール頑張ったよ結構。結構声出したらね、昼公演で
昼公演で終わった。確信した。マジ？え、何ぽいなって思った的な感じ。でもね、もう負けず劣らずコールしてたんですけど、あのなんかもうあのその同じブロックの中に多分5、6人ぐらい、なんていうの、あの普段こう地下アイドルとかを見てる、見に行ってるだろうなと思われる人たちがいて、ちょっとそこに人たちにはちょっと圧倒されましたね。なんかあのびっくりしました。なんかマホロバースタリスクでさ、なんかあい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 とか突然し始めてこの曲ってする曲なのって。しかもなんか最終的になんか銀河工場、かりんにさ、でこのこれ何何って聞いたら銀河工場ってやつって言ってた。なんかやってたみたいな。すごいすごい。そこはもうちょっと圧倒されてさすがに負けました。勝てませんでした。残念ながら。もうしかももう本当にさ、もう昼公演はね、米粒すぎて本当に、本当見えなんかモニターずっと見てたんだけど、それでも楽しかった。でもちょっと思ったのは、端っこの方の席の近くとかにもちょっとスピーカーとか音響置いてほしいなって思った。ぽいなって思ったけど、チキンだから声かけるかけなよ声。何、高橋まい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 、何それまいちゃん。双眼鏡ね。でも私は目で我が目で見たいは見たいじゃないですか。双眼鏡ね。あいあいあいのノリでそんなのもあんの。それはちょっと勝てんわ、残念ながら。あとさ、あとさ、東海オンエアのさ、哲也がさ見に来てたわけ、夜公演でさ。入って別に席近いとかじゃないんだけど、席入って行くところが見れてさ、なんかもう私もう仮にさ「哲也!」とか言ってさ見つけた瞬間、もうカリンがさ「どこ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 」とか言って「やばいやばいやばい」って。カリンがな、一番楽しんどった、そこの時が。私と推しかぶりの哲也さん。でも私たちね、私とねカリン東海オンエア大好きなんですよ実は。だからさ「やばいよカリン、今さマジでガチの同じ空気吸ってるよ」とか言って「はっはっはっ」ってずっとやってた一緒に。かりんかりんと楽しんでたそこはあって言ってもいっぱい空気吸いました。そうやね、あいみちゃんなんよ、もう最初からずっと。それあれでしょ、ジェラードンでしょ、ビニール袋取り出していただきましたぞみたいなやつ、ビニール袋取り出すやつ知ってる、ジェラードンのネタ。いただきましたよ。くしゃみね、くしゃみさ、マジ最近可愛くない、どうしよう。待って、なんでみんなそんな覚えたんか。タコパ？あ、タバコだった、全然違った。よっこらしょ。
ちょいちょちょちょニーナちょいちょちょちょ。あ、ちなみに昼公演のマジジョてっぺんブルースに関しては絶対に私とカリンが一番リアクション早かった。あのブロックの中で、いたブロックの中で一番リアクション早かったし一番楽しんでた自信がある。やばいやばいとかずっと言って一緒にも踊っとった。マジジョてっぺんに行こうぜ。お年があってね、カリン若いぞ、カリンまだ未成年ぞ。あの子ちなみになんかニアジョイのファーストコンサートであの野蛮な求愛やった時もマジで多分私しか反応してなかったかもしれない。その曲に対して反応してたのはもう私ぐらいかもしれない。え、カリンまだ未成年だよ。カリンは19歳。えん、カリン3月生まれだから、あ、ま、成人っちゃ成人か。え、そう、ファーストコンサートの時にさ野蛮な求愛急にやり始めて、まあみんなはとりあえずもうダンスバキバキのなんかさかっこいい3人になんかもうふわーってなってんだけど、私はもうなんか勝手に体が踊れないけど、なんとなくさ駆動かせてくれとかなんとなくあるじゃん。なんかもう全部なんとなくあるじゃん。キュッ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 と中の女みたいな、なんかあるじゃん。もうその辺全部勝手になんか雰囲気だけみんな動くやん。あれもう勝手にもうめちゃめちゃもう盛り上がってた。一番テンション高かったあの中で。10個違い？かりんと？かりんってさみんな知らないかもしれないけどさ若いんよあの子って。かりんはね若いんよね実は。怖いわ、恐ろしいわ。だってさ、かりんさ、今私がアイドルになった年の時なんやで。そんなことあるかいな。私だって19歳の10月にアイドルになったわけですよ。かりんだって今19歳の10月だよ。はっ、くそー、もう怖い。ゆきなちゃん24ですよ。言ってまだ24じゃん。まだ24、もうすぐ25。まだまだ若いですわ私も。きっとまだ高校生。ほんまに信じられんってやめなって。もうダメよ、ね、アイドルは全員年齢非公開にしなさい。アラサー、でも私は嬉しいよ、あのアラサーになれるのことは。大人になりたい、大人っぽくなりたいからさ。ちょっと美味しいご飯移したいな。美味しいご飯、あ、これいいね。美味しいご飯に変えとこう。ニアサー、ニアサーだよ。ニア沿い、ニア沿いです。馬刺しじゃないんだなこれ。お、正解、クジラのベーコン。
あゆみん元 ST 知ってるよ、もちろん。モティのローン知ってるわよ。ほえーる。年ごま、え、違うん、これはなんか、の、会食で食べた。だから、豪華な。初めて食べた。もうで私もうさ、何ですかクジラのベーコンってとかってずっと店員さんに言ってたら、店員のさ、おばちゃんがさ、君は何でも聞くねって言われた。すみませんっつって、知らなすぎてすみませんって、クジラのベーコンが美味しいよって言われたけん、そう、あれは何ですかこれは何ですかっつって、えって、ベーコンってどういうことですかとか言って、大人になりましたって、高いと思う、わかんない、お値段を私は見ておりません。ごちそういただきました、会食最高。で、私頼んで、私があれです、もう枝チョイスしてくださって、もう基本的に食べれないです、食べれないものないですって。あ、それで言うと、あの上司にチョイスをお任せって、もう私はもね、もうでもとりあえず美味しいご飯を食べれて我は幸せやで。忘れとったわ関西弁。そやねん、幸せやねん。チックタックさん、ありがとう。これはな、定食っていうねん。みんな知らんかもしらんけど、定食やねん。知らんかもしれんけど、や、知れんけど、や、けどやな。なんやなんや。言うてみ。これは1300円くらい。1300円ぐらいです。これ私が作れると思います？マジショの違う、全然違う、自分ほんまになんやねん。うちはな、岡山でブイブイ言わせとったユキナっていうもんやねん。味噌汁めちゃうまいで。
ブーブーじゃない、ブイブイブイ、もうブイ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 よ。そやからさ、ほんまにさ、みんなあれやで、そやねん、健康的やねん。東京、そう、東京に魂を売ってるんです私って。はい、皆様ご存知でしょうか。山手線って、山手線 の駅数は多分皆さん、私が山手線言えなかったことを知ってると思いますが、山手線駅数30駅あるって。だから東京、有楽町、新橋、神田、秋葉原、上野、御徒町、うぐいす谷、駒込、田畑、今10ね、蒲田、渋谷、原宿、代々木、恵比寿、品川、浜松町、神田違うの？浜松町、高輪ゲートウェイ、で、1個減らすね。池袋、大塚、大日暮里、西日暮里、五反田、あー、うん、うん、わからん、忘れた、全部言えるんですけど忘れました。あ、でもわかる、まだ。で、何か言ってんの。新大久保言ってない、新宿ももしかして言ってなくない、新宿、あははは、私あの都会の方行かないんだね。生活圏バレちゃう。でもあの東京駅らへんとか上野ら、秋葉原らへんはさ、 AKB 時代に結構覚えました。日暮里言ったよ、あ、赤羽は違う、大塚言った、大塚言ったですよ、大塚言った。十分じゃ。え、だってさ、今待って、今ちょっと調べよう、行くよ。だって東京、有楽町、新橋、浜松って言った、田町言ってない、で高輪ゲートウェイって品川行ったでしょ、で五反田、大崎は言ったか言ってないか、目黒行ってないね、
恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場言ってない、で目白言ってない、で池袋でしょ、大塚言った、菅も言ってない、駒込言った、田畑言ってない、西日暮里、日暮里言った、上野、小栗谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、東京、ほらほぼ言ってん。完璧やん、さすがにな、言えてますせ。でもあれはあれも言えるよ、岡山の岡山のね、桃太郎線も言えるかな。岡山の桃太郎線は、そうじゃ、南そうじゃ、南そうじゃはないって、もう忘れた、待って、そうじゃ南じゃない、西じゃ、西はない、東そうじゃだ、東そうじゃ、備中高松、うーん、岡山、終わり。浜地さんの生活圏絞り込んでみて、いいよ、今絞り込んで、私はもう12時には切る予定ですが、絞り込めるだけ絞り込んでみてください。服部足盛り、そこは降りたことないもん、私はね、あの奏者でしか降りたことがありません。最近さ、私住みたい町があるんですよ。東京のね、住みたい町があって、皇居、皇居は大丈夫。あ、恵比寿、あのね、清澄白河、かっこよくね、名前。ドラマでさ、ドラマでなんか清澄白河が出てきてさ、調べたらなんかカフェとかが多いらしくて、なんかナインボーダーっていうドラマ出てきて、なんか下町のあの、なんていうん、浅草とかの方、なんかカフェとか、カフェ巡りとかする人が多いらしいよ。そう、清澄白河は一回行ったことある、カフェ一気に、それの影響で行った、なんか良さげな街でした。地下鉄の話するとな、私のさ、ほら経済圏、生活圏がよりバレてしまう。カルピトですか？カルピじゃないですよ。会社のね、同期で3人で行った。バレても誰も来ない。確かに。たとえ、とはいえね、内緒だぜ。は。地下鉄で私本当に迷子になるの。なんか王鳳とか行くじゃん。本当に地下鉄で、マジで、なんか、え？思ったところに出んじゃん。この間ね、4番出口に出ようとして4番出口の方向に進んだんですよ。でも進んでったら4番出口の矢印が消えちゃって、どこにも出れないってさ、地下鉄の中でもう世界で一番迷って、もう10分間ぐらいもううろうろしてました。
江東区か墨田区に住みたいの？いや、Google マップもさ、近くに近いでいたらダメじゃん。なんなんほんまにあれ、わからんから本当にいい加減にしてください。よし、そろそろ終わろう、終わろう、終わろう。さあみんな、我はもう疲れたんですよ。海の配信、海ですか、長崎の美少女。寝落ちしてました、許しません。じゃあランキング読みます。13位、トラトーさん、ありがとう。12位、ケイケイさん、ありがとう。11位、翔太さん、ありがとう。10位、ケンさん、ありがとう。9位、なべちゃん、ありがとう。8位、あおあおさん、ありがとう。7位、鳥海浩二さん、ありがとう。6位、松ぼっくりさん、ありがとう。5位、田所さん、ありがとう。4位、ラペーシュさん、ありがとう。3位、きっちゃん、ありがとう。2位、きのじ、ありがとう。1位、白身フライさん、ありがとう。皆さんありがとうございました。ほんならまたな。バイバーイ。おやすみつき、みずき。